キチャンネル。もちろん。さあ、今日はすでなんと皆さんに素晴らしいご報告があります。8月からですね、総チェックを、ご覧にいただいた皆さんはもう知ってると思うんですけども、エキサイティングモーメンツね、パリーグの素晴らしいシーンをですね、胸熱プレーとして佐々木が全試合見たパリーグの試合の中で火水木の3連戦一つ、そして金土日の3連戦一つで8月9個のシーンを胸熱シーンとしてご紹介してきましたけども、なんとですね、その9つのシーンの中で今日厳選された里崎セレクト3つのプレーシーンがですね、なんとパリーグエキサイティングモーメンツ、ね、NFT として皆さんに販売されます、はい、これはもういいでしょ。これ里崎が独断と偏見で、だって全試合見てる人なんていないんだから、俺はもう全試合見た中でこれはもう独断と偏見だけど、忖度抜きにね、このチームがファンだとかこのチームの古巣だとか後輩だとかそんなの全く関係なく、里崎が選んできた中のトップオブトップを今日紹介していきますけどもですね、かなり真面目に選んでまいりました。だからトリッキーなシーン全くないです。皆さんもおこのシーンって多分思い出すと思うんですけども、皆さんにとっても素晴らしいシーンになってると思うんですね。ぜひこの8月1ヶ月ね、どのプレーがトップ3に選ばれたのかっていうのをですね、予想しながら楽しんで見ていただきたいと思います。それではですね、早速佐々木が選んだシーン紹介していきたいと思います。まずですね、一つ目はこちらです。3つしかないですからね。一つ目はこちらです。はい、ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスでの試合、8月7日日曜日です。宮森投手が柳田選手を抑えて支配下登録わずか8日でプロ初勝利を決めたこのシーンです。どうぞ。ね、この前のシーンでですね、あのフレッシュオールスターでまだ育成選手だった時に見た時に、いやこれはめちゃくちゃいい投手だなと、早く支配下にした方がいいんじゃないのかって言った後にしっかり試合下になって、しかも試合下になって一軍登板して、ね、わずか8日でプロ入り初勝利、今やねリリーフでしっかり投げてますけども、今後のさらなる飛躍も期待しながら、ここからで、ね、この宮森投手のプロのストーリーが始まったっていう1勝目ですから、これはかなりのレアであり、ね、これをですね10年後20年後に見てみてくださいよ。ファンの人もそうですけどね、本人もそうですけども、こっから始まったっていうね、こっからどれだけ活躍していくかね、楽しみですけども、このね第一歩となる、しかも柳田を抑えたっていうね、これ20年後見てくださいよ、柳田いたねみたいな、あれ抑えてプロ初勝利すごいねっていうね、こんな素晴らしいシーンをですね、まず3つ目の1つのシーンとして紹介しました。どうですか皆さん、いいでしょ、いい感じでしょね。はい、続いていきましょう。2つ目はこちらです。8月17日水曜日、埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス、内海投手引退表明後初登板の試合で好投です。はい、これ見てください。もうね、今年で引退するっていうね、数々のね成績を残してきたレジェンド内海がですね、西武ライオンズでユニフォームを脱ぐね、その引退発表した後のこのピッチング見てください。これ引退試合じゃないんだよ、これもう真剣勝負の中でね、今首位争い激化してる中で、え、まだいけんじゃないの、引退必要ないんじゃないのって思わせるこの好投でね、リリーフしたっていうところの最後の勇姿になるかもしれない、しかも真剣勝負の中で、引退試合じゃないデッキとした真剣勝負の中での引退表明初登板ね、内海投手の歴史を物語れるこの素晴らしいね、まあ、この後ねもう1試合登板しましたけども、このね、まあ、もちろん引退試合もねあると思いますけども、まだね普通だったらもう引退試合で終わりかなっていうところを戦力として、しかも大事なところで投げてね、真剣勝負の最後のね好投っていうところのはね、今後内海選手のファンのね皆さんにとっては欠かせないシーンになったんじゃないでしょうかね、思い出残りますね、はい、しかもねこれはカットされるかどうかも分かんないですけども、西武に来たからエキサイティングモーメンツに残されます、はい、
ね、これ使われるんですかね、はい、さあ続いてですね、3つ目のシーンはですね、これ最後ですよ、どのシーンになるか、こちらです。8月21日日曜日、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ、野村勇選手の83年ぶりとなる球団新記録に並ぶ新人での2桁10号ホームランです。こちらです。これはすごいよね、83年ぶり、しかもソフトバンク、これまで数々の名レジェンドプレイヤーが在籍してね、国保さん、松中さん、井口さん、城島、松田っていうね、ホームランバッターが入団しながら、なんとその選手、レジェンドたちも1年目に10本2桁ホームランを打ってない、その中から球団史上83年ぶりの新人での2桁ホームラン、野村選手、数々のレジェンドを超えた記録を達成した、このね、スライダー、引っ張り込んでの、ね、野村選手らしいフルスイングでの左中間へのホームラン、これは歴史にね、名を残したっていう、しかもホークスでね、かなりのこのレジェンドも達成できなかった記録を野村選手が達成した、83年ぶりの、この、しかもこの日2本、90と、もう連発です。はい、このね、野村選手のホームラン。これはもうだって、こんな83年ぶりに起こった記録ね、この野村選手のホームラン、これはもう残さなきゃいけないっていうね、歴史にね。っていうところで、今回ね、今選んだ3シーンがですね、パ・リーグ6球団公式のサービスでもある、パ・リーグエキサイティングモーメンツで、里崎セレクトとして、なんと販売されます。だからよ、真剣に見たよ。販売するからね。それ販売されないんだったらよ、いやよ、適当でいいのよ、面白い、おかしくとかね、ちょっとトリッキーだとかでいいけども、やっぱそれは販売されるってことは、やっぱ商品の対価として価値があるものじゃないといけないし、選ぶ方もね、そんなどうってことないようなやつじゃなくて、真剣に選んで、しかも忖度なくね、これ発売される第1回目でしょ、選んだやつが、なんと古巣のロッテ一切出てきません。これがもう忖度なく選んでるっていう証拠じゃんね。そういった意味では本当にね、投手、野手関係なくね、やっぱりこの記憶に、記録に残るね、名プレーっていうのを、それは選べたやついっぱいあったよ、でもやっぱり3つに絞らなきゃいけないっていうところでね、今回この3つのプレーになりましたけども、なんとですね、今回しかも限定で150個の販売となってます。だから150個ずつってことですよね、一つにつきね、50個ずつで3つ、わお、少ないね、もう今がチャンス、今見てる人ラッキー、もうすぐポチッと押さないとね、50個しかないんでね、あ、もうすぐ売り切れてるかも分かんないんでね、急いでくださいね。この放送はね、録画なので、もうあと少なくなりましたとか言えないんでね、皆さん自分の目で見て確認してください。今はね、この里崎セレクトを購入しても自分のね、コレクションとしてしかね、楽しむことはできませんけどもね、今後購入した商品を売ることもできるようになってくるかもしれないのでね、コレクションとして楽しむだけじゃなくて、自分の資産としてね、10年後20年後ね、そのものがね、価値があるものになってくるとね、より価値がある、今しかないね、最初はね、誰もそうなんですよ、最初の最初にやってる人だけが得するんですよ、これなんて。だからね、様子見てるだけじゃ遅いですよ、里崎のお墨付きです。あとは僕を信用してください、はい、ね、なんかおさんくさくなってますけどもね。で、またね、その他にも商品が購入されることでね、これ商品が売れるじゃないですか、そしたら球団や選手へのライセンスインセンティブが入るようになってるんで、皆さんが好きなチーム、好きな選手、応援してる人にもね、こういう形で応援という形で貢献できるのでね、それによってね、自分の力で選手を育てていく、球団を育てていく、そしてそれによって自分が持っているものが今コレクションしかできないですけども、未来に向けて価値があるものになって売買できるようになってくるっていうところがね、出てくるかもしれないんで、今がチャンス、はい。で、ちなみにですね、前にもこのチャンネルでこのパ・リーグエキサイティングモーメンツについて紹介しているので、動画を見てない方はですね、ぜひ、あとどういうことかよくわからない方ね、そこでしっかり説明してるんで、概要欄にその動画の URL 貼ってるんで、ぜひね、皆さんそれも確認して、見てください。里崎がね、詳しく解説していますのでね、そちらの動画でどういうものなのかなっていうのはね、チェックしてもらえると分かりやすいと思います。
で今回里崎セレクト、ね、で 3つのプレー紹介してきましたけど、里崎セレクト以外にも今シーズンのパリーグ6球団の選手たちの活躍シーンが今販売中です。だからちょっと前だったらね、佐々木朗希の完全試合の27個のシーンをね売り出してですね、もうバンバン売れてるっていうね、それはもう完全試合なかなかないからね、牧原さん以来ね。だから皆さんのね、今日ね、佐々木セレクトんって思ってる人ひょっとしたらねいるかも分かりませんけども、他のねパリーグ6球団の素晴らしい活躍したね選手たちのシーンが発売されてますので、そちらもね皆さんのお好みの皆さんの応援するチームの応援する選手のシーンがね売られてるかもわからないんで、ぜひねサイトに飛んで、皆さんの、お気に召す動画ねシーンがあるかどうかねぜひチェックして、今がチャンス。今回はですね、里崎が8月の、胸熱シーンから3シーンを厳選して里崎セレクトとしていろいろね、説明解説してきましたけども、里崎セレクトすぐになくなってしまうと思います。なぜならプロ初勝利、引退表明後の登板、83年ぶりの記録、50個しかない。迷ってる暇なんてないですよ、早くチェック、はい、ということでね、すべて詳しいことは概要欄に、URL ともにね、貼ってますので、そこからですね、サイトに飛んでいろいろね自分の好みあることをね買いたい人は今すぐポチッとね、いろいろ試してみてください。ということで、今日はですね8月パリーグの全試合をチェックした中から3つの胸アスシーンを里崎セレクトとしてパリーグエキサイティングモーメンツで現在販売中です。限定個数50個になります。お早めにということでですね、里崎の今回胸アスシーン3シーン紹介しました。皆さんどうでしたか。それではさよなら。